生まれがやはりアフリカで、南アフリカで、でまあ小学4年生になるまでは少し帰ってきて、またそこから5年間アフリカに行ってたんで、そういう意味ではかなりちょっと変わった生活は送ってたかもしれないです。テレビゲームって非常に珍しかったんで、友達なんかが持ってると本当にもう飛びついてやらして、 ER カンフーとか初めて見た時はもうブーって感じですか今のずっと結構買ってもらえなかった時期が長かったんで、ゲームとか、それでなんか反動があってゲームとか好きになったんじゃないかなと思ってますけど、まあ結構その当時の考え方としては、楽しくてかっこいいものっていうのを常に思っていまして、特にかっこいいものが好きだったんですよね。で今でもまあそういう節はありますけれども、とにかく過激にかっこいいものが好きで、何かかっこいいものを表現できるところはないかっていうのを常に考えて、漫画とか映画とか、まあ、その辺でやってて、でもやっぱりカプコンさんの一つが出てきてからゲームハマって、ああいうの作れたらなって常日頃思ってたものを、まあ、たまたま今のアークという会社に入って実現が可能な時が来て作ってみるかっていう感じですよね。自ら手掛けたという作品はそれが初めてです。22の頃とか23の頃になりますね、はい、企画と原作、原画、その辺ですね、音楽。そうですね、一番最初の企画では、まあ、格闘ゲームであることが前提なんですけれども、そのかっこいいキャラクターとか世界観があるっていうのが、その当時僕がやってた市場では出回ってなかったんですね。というのはまあ僕は感じなかったってだけなんですけど、かっこいいと。でその時にこういう世界観でやるゲームがあったら、まあ、僕みたいな性格だったらみんなやりたいんじゃないかっていうところから来てますね。本当に恐れを知らなかったというか、ええ、そうですね、なんか出るんだなっていう、なんか信じられないような感触が、なんかとにかく自分で作ったものが、昔こうお金を出して買って憧れたものが自分で出せたっていうところが一番なんか感銘を受けたというか、変な話ですけれども、自分でも作って出せんだな、なんかその時に思ったのが、やっぱり自分すごいいい加減な性格なんで、ああもうやったもん勝ちなのかなっていう出したもん勝ちなんだなっていうのがすごいその時に学んだというか、勘違いしたようなことで、はい、アーケードにやっぱり土台がなるということで、家庭用ほどの無茶は効かなくなってしまうって感じですよね。家庭用を1回買ってしまえば、まあ例えば今はどうか分かりませんけど、そんな一回つまんないと思ってもある程度はやってもらえるじゃないですか。でアーケードの場合って一回つまんないって感じちゃうと、もう100円を入れなくなってしまうんで、まあなんかその辺である意味すごいシビアなバランスとか、プレイ感覚っていう部分でデリケートに作んなきゃいけないって、すごい胃が痛いですね正直。なんか本当に思いのまま作っちゃえばいいっていうほどでもないっていう感じですね。それでもやっぱりこう他社さんの格闘ゲームとかやってて、本当によくできてるなとかこれはこう難しいな俺の頭ではみたいな、はい、どうなんでしょうね、結構わからなかったりします。意外に自分たちで作ってて慣れてしまうとどうでもよくなっちゃうことって非常に多いんですよ。例えばこう、あここら辺のバランスはちょっと悪いねみたいな話をしてて、あとこのキャラクターのこのアクションあまりにもかっこ悪いとかいうような話が出た時とか、そういうのをこう他のプライオリティの高い作業を優先してやっているとどんどん忘れがちになって慣れてしまったりするんですよね。まあそういうのが積み重なってて、でそれを後で振り返るといろいろやってないことがあるじゃないかみたいな話になって、これ大丈夫なのかなこの作品はこれでっていうような気にすごいなっちゃうんですよね。でそれでもなんか一応仲間内とかで作りかけのものを対戦してたりすると、そこそこやっぱり楽しかったりするんで、
まあ、これいけるんじゃないかいけるんじゃないかとみんな騙し騙しそうですね、最後の方になるとかなり吹っ切れてもういいもういいって感じですね。プレイステーション の, あのギルティの頃からあのとりあえず気持ちいいもの、まあ理屈はどうあれ気持ちいいものがいい、ボタンを連打して適当に叩いてるだけで敵がザクザク切れるゲームがいいっていうようなところからスタートしてて、格闘ゲームっていうのはやはり格闘ゲームなんで一つのこのジャンルとして見るべきだとは思うんですけれども、それ以前 の, そのアクションゲームとしての楽しさみたいなのをあの忘れたくない、夢中でやってしまうような部分っていうのをなんとか残したいっていうのがそうですね、一応コンセプトにあります。実際イラストとか描いていくと意外にこうあの絵柄決まった絵柄とかあんまり持ってないんで毎回描き方変わっちゃうみたいなだから今回はちょっと柔らかく描いてみようかなとか激しく描いてみようかなとか毎回ちょっとそういうところで楽しまないとやっていけないなとか、はい、なかなか同じ絵柄とか保ってないんですよね。すごく保ってないっていうのが本当に楽しいのかもしれない、はい、やっぱり主人公ですねあれは何回もこう一目で見た瞬間にみんなキャラクター並んでたらこいつが主人公だろって言えるようなキャラクターってどうやったら作れるんだろうっていうのがすごい難しくって、それで何回も何回も書き直してましたけどね、あれだけは。あのゼクスになってからあのかなり結構分かれてきて、ディジーアンジーあの辺は意外な人気があって、僕らの間ではアンジーなんかは結構これはまずいこれはまずいってずっと言ってたキャラクターで、デザインが終わってもうあの原画描いて出した時もやっちゃったもう後戻りできないのかなっていうそういう感じあったんですけれども、意外にこれが人気があってどこが人気あるんだろうねって話をしてたりしましたけど、アーケードでありますね一つ、もうとにかく感動したんですけど、あのザ警察官っていうゲームありますよね、熊谷さんから。あれはもうあインターフェースがまた一つレベルアップしたなって思いましたね。やっぱりこう体を使うってその行為自体が結構面白いと思うんですよ、みんな動かす手を出す持ち上げるってそれだけで結構楽しかったりすると思うんですよね。でそうい う, こう総合のエンターテインメントがあそこにあったんじゃないかな、笑いもしっかり捉えてましたし気持ちよさもありますし、はい、ダイレクトにやっぱりこう感覚的にこう避けられるとかそういうのって今までなかったんで、例えば格闘ゲームとかやってても本当に俺が戦ってるとしたらここでパンチだとかここでかわすんだとか思っていてもキャラクターにはかわす動作がなかったり、その時パンチを出せる仕様ではなかったりするじゃないですか、まあ、そういうところが少しでもあのインターフェースで近づいたんじゃないかなって思いますけれども、これは昔から結構考えてるんですけども、やっぱり見たことのない自分は今まで想像してないゲームを作りたいなと、現時点でこういうのが作りたいと思っているものじゃないはずですね、こんなのどうだ見たことないやったことない新しい感覚だっていうところで作っていきたいですね。あとはやっぱりあのゲーム、今格闘ゲームなんか作ってるとその格闘ゲームとしてあるべき姿とかいう形でいろいろゲームの内容を考えたりしますけれども、どちらかというと今後そういうもの以外で作っていくとしたらあの楽しさのゲーム化っていうところをやっぱり目指したいなと、何が楽しいのかこう例えばダンスを踊ることとか曲を奏でることとか、あれって全部こうゲームというよりはまずこういう楽しみが存在するっていうところからそれをゲーム化してるっていう気がするんですよ。まあそういうところで僕も何か考えてみたいなっていうのはありますけれども、もうとにかく今までプレイしてくださって好きになってくださる皆さんには本当にありがとうございますと、まずとりあえず言わせていただいて、そうですね、やはりある程度ストーリーとか
絵とか、まあ、バックボーンもある程度決めてるんで、できればあの小説とかも出させていただいたんで、できるだけマルチメディアとかできるならば展開していきたいなと。ひょっとしたらこうゲームはあんまりできないけどキャラクターが好きだっていう方に対してのより強いアプローチができるかもしれませんし、そういったところでもう少し頑張れたらなと、はい、これでそうですね、まあ、いろんな意味で終わりということではないのかというところですかね。そうですね、できる限り可能な限りいいものができればいいかなと思います。